関係者によりますと県は新年度産業戦略部と商工労働部を統合し新たに産業労働部を設置する方針です部の再編成は7年ぶりで脱炭素化の取り組みを横断的に進めているのを一つの部に集約し一体的に取り組むことで産業の発展につなげる狙いです県は去年12月 2050年までの温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指すカーボンニュートラル宣言をし脱炭素社会の実現を加速させたい考えです再編成にあたり現在産業戦略部内にある産業脱炭素化推進室を課のレベルに格上げし体制を強化します合わせて新しい部内に人材の確保 育成のための産業人材化を企業の海外展開を支援する海外展開推進室を新たに設けるということです山口キらら博記念公園の整備や農業試験場の跡地活用を担う2つの室も新たに設けられます検市編産室は業務の終了に伴い廃止となります これらの再編成に関連する条例改正案は今月20日開会の2月定例県議会に提案される予定です。